カリム・アレクサンダー・アディプラシトは、コッペンハーゲン大学とエルサレム・ヘブライ大学を、兼任して、コンビナート論を研究するドイツの数学者。2013年に、ベルリン自由大学で、キュンター・エイム・ジー・グラーの指導の下、博士号を取得した。ドイツ系とインドネシア系の血を引き、インドネシア人の姓を名乗っている。彼は、理算機科学、特に、 ポリトープの実現空間に関する彼の仕事のために2015年のコンビナティクスのヨーロッパ賞を受賞した。特に社営的にユニークな多面体上のペルルとシェパードの古い問題の解決のために分析的手法を使用して理散機科学への彼の後半で深い貢献を引用していている。ジューン・ハー、エリック・カッツとの共同研究ではマドロイドの特性多項式の対数空洞に関する ヘロン・ド・ータ・ウェルシュの予想を解決した。ハーと共に2019年のニューホライズンズ・プライズ・フォー・アーリーキャリア・アチーブメント・イン・マスマティクスの5人の受賞者のうちの1人でありブレークスルー・プライズ・イン・マスマティクスに加わっている。ミハイル・グロモフの誘拐極立空間に関する研究を用いて彼は多様体のフラグ三角形化のためのヒルシュ予想を解決した。 2018年12月には単純化された玉に対するピーター・マクマルンの G コンジェクチャーを証明した。この業績により欧州数学会の2020年 EMS 賞を受賞した。ありがとうございます。